皆さんこんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。今回はめっちゃ規則的なトレーニングを紹介しています。この動画を見ていただいてアップなどでね意識して、トレーニングしてもらうことで試合とかで技術を発揮できるようなそんな動画の内容になってます。意識していることは体の重心ですね。重心の軸がね、こうある移動してない今のこうナチュラルな状態をゼロの状態っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、それがこう移動するとどうしても重心ってねその移動した方向に移ると思うんですけど、まあ、こういうふうに移動した時に例えば逆を取られたりとか、まあ、タイミングを外されたりするとやっぱりね普段届くところが届かなかったり、まあ、ファンブルになったりっていうエラーが起きたりする可能性ってあると思うんですけれども、どれだけ移動した後にもうゼロの状態を早く作れるか、まあ、早く戻せるかによって技術をね試合で発揮できるかどうかが決まってくると言っても過言じゃないと思うんですね。一本一本を丁寧に行って、小さなステップをサボらなければ、まあ、結構ねきついはずです、おそらく、まあ、もしくは僕の体力がね衰えすぎてるだけなのかもしれないですけど、ぜひね、ゼロの状態っていうのを意識して、トレーニングウォーミングアップなどにね導入してもらえればなと思います。それではご覧ください。
カメラ来てるの、yeah.
て止めてもらって、はい、you